高輪医師は2013年に発表された新鉱物で化学蘇生は用 4? 結晶系は単写象系。東京大学の鉱物学者浜根大輔などにより愛媛県松山市の高輪山の加工岩中から発見された。発見地の山の中から命名された。褐色板状の結晶外形で単結晶もしくは放射状に集合した群章で散出する。 モースコードは5.5。ガドリン石、ジルコンを伴う。含まれる放射性元素のため、構造はメタミクと化して希少質となったものが多い。ジルコンに外見が酷似するが、ジルコンが棒状結晶となるのに対して、高輪石は板状結晶となるのが特徴である。ベータ・フェルグソン石のタンタルがニオブに優越したものである。また、岩白石。 単車症系の M 層、フォーマリーイットロタンタル石の同質異像であるともされるが、そのうち、フォーマリーイットロタンタル石は合成実験では存在が確認されておらず、構造、蘇生などのデータが曖昧なまま情報が混乱しているのが現状である。2001年のイオ地震の際、ガドリン石の産地として知られていた高輪山のペグマタイトが崩落し、 ガレキカラガドリン医師と共に発見した鉱物を当時、愛媛大学に所属していた浜根は、ホーマニン氏と考えて、翌2002年に報告した。その後、東京大学に移った浜根は2011年の東日本大震災を機に、このホーマニン氏を再検討した結果、新鉱物と判明して、申請、2012年に承認された。ありがとうございます。